ラッシュデュエル開放します。デュエルは画面の中でしかできないので、鑑賞用になります。むしゃむしゃです。前回復活動画で開封したカードは遊戯王の OCG と呼ばれるルールのカードなんですが、今回開封する動画は、ラッシュデュエルと呼ばれる新ルールのカードになります。このルールは2020年春頃に新しく出てきたルールで、カードのデザインや効果など OCG とはまた違った感覚で楽しめるルールとなっているそうです。ちなみに私は8月発売の遊戯王ラッシュデュエル最強バトルロイヤルも予約しております。現在 Nintendo Switch の方で体験版が配信されており、私は Switch の方で生配信で体験版をやっております。この配信の時に初めてラッシュデュエルのルールをなんとなくですが把握しました。そして今回開封するのはそのラッシュデュエルの中でも最初に発売されたデッキ改造パック超速のラッシュロードを開封していきます。このパックではかつて OCG でも登場した、グレムリンやセイントバード、山、また遊戯王セブンスの主人公が使っている、セブンスシリーズなどが収録されております。そしてなんといってもこのパックの最大の目玉がこちら、ブルーアイズホワイトドラゴンです。別名社長の嫁ですね。今回はこれを狙って開封しております。ちなみに少し話はずれるのですが、以前5月くらいにブルーアイズのラッシュレアが当たるキャンペーンがありまして、まあ、こちらもちょっと僕応募したんですけど、見事に落ちましたね。まあこれ777名しか当たらないんで、当たったら相当これすごいんですけど、ちょっと無理でしたね。はい、行きます。ハンマークラッシュ。おそらく元のカードはハンマーシュートです。ちなみに余談なんですが、このボックス開封前に遊戯王の自販機ガチャっていうのをカードショップで買って、これをちょっと開封して動画にしようかなって思ったんですけど、まあちょっといいのが入ってなかったんで、右下でちょっとおまけで出しておきますね。するこれはもうパワー系ですよ。見えづらくて申し訳ないのですが、これはプリマギターナが当たっております。基本的にここからは S レア以上が出てこない限りは早送りにしてるんですけど、やっぱノーマルカードとかレアカードも見てると結構懐かしいなっていう思うところのカードは出てきてますね。モンスター2台も狙って一気に戻す。なんかそういう環境のあれがあるのかな。 S レアのささやきの妖精が当たりました。手札を1枚墓地に送って相手の墓地のモンスター2体をデッキに戻すというちょっとよくわからないカードなんですが、これはどうなんですかね。これなんということでしょう。ブルーアイズホワイトドラゴンが当たりました。しかもワンボックスですね。これ聞くところによると、他の人とかはなんか何十ボックスも開けて1枚当たるか当たらないかぐらいなんで、結構これやばいんですよね。これちょっと恨まれますね。これはすごい震えてきたんだけど、待って、ちょっと待って、 スリーブ。まあこの後はもうブルーアイズ出てしまったんで、簡単に説明すると、光線魚サメガロンと魔性ヤメルーラが当たりました。魔性ヤメルーラ、これもウルトラレアですね多分。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっと先に言っとくんですけど、ブルーアイズ当たったからといって手評価をするのやめてくださいね。これマジで お願いしますよ本当に。ということで、今当てたカードをスリーブに入れてるんですけど、実はこれショップで買ってきたカードもあって、デッドアイズのシークレットなんですけど、これもねちょっとスリーブに入れるところですね。デッドアイズブラックドラゴン。ということでラッシュデュエルの開封動画でした。まあ、次回以降はねちょっとオリパとかもあるんで、そういったものもちょっと動画にしていきたいなと考えております。あとラッシュデュエルの任天堂スイッチのやつですね、あれも動画できたらなと。まあ配信アーカイブですねっていう感じで、それではさようなら。